自動昇降機操作方法、用紙サイズ、ヘッド、自動調整、昇降台の高さ調整、用紙ガイドの調整、箔押し位置の調整、カウンター設定ができます。各種操作はタッチパネルで簡単に行えます。調整はサイズメニュー内、サイズ設定画面へのショートカットメニューです。 昇降台の高さ調整メニューです。手動上昇ボタンを押している間、昇降台が上昇します。手動加工ボタンを押している間、昇降台が加工します。定格加工ボタンは紙炭時使用します。 一回押すと10秒間加工します。自動加工ボタンを一回押すと最下限位置まで昇降台が自動加工します。起動ボタンを一回押すと紙センサー位置または上限位置まで昇降台が上昇します。 上限位置へ到達すると自動で加工が始まります。用紙ガイドの調整メニューです。はがきから A3 のビサイズまで調整ができます。横長サイズにも対応しています。 それぞれのボタンを押すことで調整画面の縦横に値が入ります縦横で指定した数値に合わせて用紙ガイドが動きます縦横は手動入力も可能で変形サイズなど 特殊なサイズにも対応しています。1ミリ単位で調整が可能です。画面上、プラスマイナスボタンを押すことで、サイズの微調整が可能です。原点復帰ボタンを1回押すと、最大サイズ位置まで移動します。 紙さばき、紙吸着の調整画面です。紙さばきをオンにするとエアーを30秒間吹き出し、オフで停止します。エアーが出ている間にバルブでエアー量の調整をします。紙吸着をオンにすると30秒間吸着し、オフで停止します。吸着中に用紙に合ったエアー量をバルブで調整します。 箱押し位置の調整メニューです。数値入力欄に数値を入力します。前に300、右に200、正に50を入力すると、箱押し位置が前に3センチ、右に2センチ移動し、時計回りに5度回転します。前後はプラスマイナス20ミリ、左右はプラスマイナス100ミリまで0.1ミリ単位で調整が可能。角度は、 正点、逆点5度まで0.1度単位で調整が可能です。数値入力の左のボタンを押すと方向変換ができます。正は時計回り、逆は反時計回りです。ロボットの調整メニューです。加工枚数の設定、作業の開始はこの画面から行います。総カウンターは導入時からの通算稼働回数です。 使用枚数カウンターは前回のカウンターリセット時からの稼働回数です。加工枚数を指定してテストボタンを押すと試運転が始まります。1回のみ稼働します。起動ボタンを押すと指定した回数分機械が稼働します。1回稼働するたびにカウンターが増加します。 指定した回数に到達すると機械は停止します。使用枚数カウンターボタンを押すと、使用枚数カウンターをリセットします。